今週のオープニング漫才のテーマは、捕獲。はい、どうもゴールドリードです。お願いします。あのさ、急だけど、ちょっと一つだけ質問していいあ、いいですよ。どうぞどうぞ。あの、捕獲って何あ、わからないの捕獲もわからない捕獲。あの、なんか、何かを捕まえるって意味。あ、じゃあ、の、小学生がよくやるセミを捕まえるのもあれ捕獲かな。そうそうそう。それは捕獲って言われじゃあ、誰かに LINE しようとして、スマホ捕まえるのは捕獲っていう。それは捕獲って言わないな。 それただの連絡やさあしとみじゃあ車に乗ってハンドルつかまえるの、うん、それは運転だなええー、大丈夫日本語ってめちゃくちゃだなええー、めちゃくちゃなのお前だからさそもそもスマホもハンドルもつかまえるって言わないだろつかむって言うだろ普通はじゃあ道端にいる女の子をつかまえるのいや犯罪 <laughs> それは犯罪だから絶対にやらないであしとみじゃあこのラジオを聴いている皆さんの心をつかむのはそれは実行しようなどうもありがとうございました はいどうも始まりました、ゴールドリードのアンチテーゼ、僕らゴールドリードの足止みと、ゴールドリード元指でお送りします。お願いします。お願いします。あのですね、先週までの放送とちょっと僕違うんですけど、何か変わったとこがあるんですよね。先週までの僕と何か違った、変わったとこがあるんですよ。昨日もあったけど、な何も変わってはないと思うよ。 この1週間で俺相当変わったよ。相当変わった相当変わったよ。え、ちゃんと人のことよく見る人だったら気づくと思う。そんな、何、変な。んか、一応気づくわけ。じゃあ、今日は長袖とか。いや、違う違う。今日は長袖だけど、たまたま。じゃあ、大きく変わったことがあるわけ。何よや。何だとも逆に。え、なんか、じゃあ、なんかシャンプー変えたとかだろうといや、シャンプー変えたとか分からんだろ、お前。見てる人は分かるったら。いや、当に。うに何変えたもじゃょ答え合わせると、あひげ剃り変えたわけ。誰が分かるばや。 誰がいつもよりなんかすべてしちのうよ。ヒゲ剃ったならまだしも。ヒゲ剃り変えたんだけど。ヒゲソリを変えたわけ。知るか。結構いいやつに変えたわけよ。ヤーがシェーバーに変えたとか知らんよや。近況報告いらない俺の。どうでもいいわ。マジで。さっきシャンプーの話したら分かるわけないだろって言ってたやヒゲ剃りは分かるだろ。いや、分かるかいや。その基準はしっかり保てよ、お前。いや、分から分から。ヤーだけだから、その基準保ってんのは。何だろう、お前。あのさ、最近なんかはやってるゲームあるスマホゲーム。 ありますねみんなインストールして、めっちゃ人気なので、みんなやってるよね、街の人ム違うな、それは。結構前のやつさ、ラインツムツムも去年ぐらいに流行ってたんじゃないかな、ポケモン GO でしょ、ポケモン GO、そうそう、ポケモンゴーね、だから捕獲っていう漫才あなるほど。あそういうことなんだね、ポケモン GO、だから今、爆発的人気、すごいっすよね、あれ、本当に皆さん、事故とかには気をつけていただきたい本当に でもやってない人が寂しくなるなあと思うんですけど。あのね、やってる。俺やってるね。やってる。お前は。あ、俺も一応、一応。あ、やってる。二人ともやってる。え、じゃ、やってます。やってます。一応インス、なんか、あの。なんていうのかな、インストール。インストールって配信、配信されたのが。いつだっけ。金曜日。先週金曜日。先週の金曜日は、俺たち、うわら、裏お笑い劇場。裏お笑い劇場の時に、配信ライブ終わりに。一応、あの。 配信されてるから、このクーター進化、あの月曜日担当のクーター進化、同級生さは俺だと、やっぱポテモン世代だから、この1時からだよ、ライブ終わったライブ終わって深夜1時から、4人で、クーター進化2人とゴールドンー2人で、国際通りを、夜の国際通りを、あのポテモンを捕まえるたびに、楽しかったですね。 仲良し仲良し,仲良し4人組で、ね、俺その時インストールしてなかったまだしてなかったっすなそうそう3人はあのクーター新刊二人と元氏はインストールしたけどもうてましたしてしたあの僕は絶対にインストールしないってっずっと言ってたんですよね最初絶対嫌だっつってはいはいはいあのなんでインストールしなかったかって言われたらちょっと怖かったわけさ、うん、何が何があの みんなポケモン GO やってたさ FEC の芸人もほとんどそうそうでツイッター見ても全部ポケモン GO ポケモン GO したから俺怖いなと思って日本乗っ取られるんじゃないかと何でなんで任天堂乗っ取ればいいっ政治とか今分かる民主党とか自民党とかいっぱいあるよ民主党自民党任天堂になる日が来るならなよやなんで任天堂がお前入ってくればいい任天ニンテンドーとしてだから怖かったんだけど絶対インストールしないって決めてたんだけど 俺クー,ター進化大好きだわけさ月曜担当のあまあまあよく言いますねだからあのー、クーター進化の特に俺勝利が大好きなのだああよくお話し,してますねそうそう4月に出会って勝利と仲良くしてるんだけど勝利大好きだから、はい、勝利が足とみ一緒になんかインストールして、はい、あのポケモン GO やろうっていうから速攻インストールして <laughs> 速攻ハはまって、うん、今すごい状況になる <laughs> <laughs> すごいことやってるすごい状況になってどうやってどうなん,うな,んな,なんかいるいいポケモンとかいいポケモン結構いるわけさ、はい、あの将来のポケモン150匹そうすね最初の第一世代って言われてるそうそうそうポケ,ポケモンではい、はい、あのまあ、まあ、ポケモンわからない方本当に申し訳ないんですけど、はいす 結構いいやつがいるんですけど多分名前言っても分からないと思うんで割愛させていただくんですけどとりあえず学校では「ポケモン GO」になったら話になったらとりあえず足止って呼ばれてなんか博士みたいなとりあえず恋みたいなとりあえずヤコイみたいなどうやったら捕まえれる場みたいなまあまあやってるやつですお前運強いなってめっちゃそんなやってるる。 そんなに人が多いところでねやっぱやるとねポケモン人がいっぱいいるところに集まるっていうか楽しいわけよお前大丈夫いや忙しいんじゃないの忙しい俺だから学校忙しいっていつも言ってる学校忙しいわけよ今テスト期間中また中だけさ1個テスト終わったんだけどほぼ壊滅的なの大丈夫かやポケモン GO やってる暇ないだろやポケモン GO でもすごいよお前当に。あに俺今まで 学校、お笑い、バイト、一応全部両立してきたわけさ。今は学校、お笑い、バイト、ポケモン GO がもった。新たな資格が。そうそうそう、四天王になってる。四天王になってる。大丈夫ですか大丈夫。まだ一応やってるんだ、一応。お前やってないの俺は一応もうやめようかなって。なんであの僕は読谷村出身なんですよ。うん 読んはもいいなですよ人いないから、人がいないから。びっくりしたんですよ、家で、国際通りで最初やったそう国際通り人がいっぱいいるからめっちゃいかあな、ポテストップっていう、なんかアイテムをもらう場所とかもあるんですけど、読み書いたら、さら地なんですよ、なんもないですよ、整備されてないんだな、ポテモンもキャタピーかコイティングぐらいしかいないんですよ。 あの何だっけ主人公がすぐ対捕したところに最初ら辺のマサラタウンをとで三歩三歩ぐらい歩いた出るやつ三歩ぐらい歩いてあの虫捕り少年みたいな持ってる持ってるあのキャ一応行ったら雑魚キャラ雑魚キャラですけどじゃ俺先あの待ち時間の間 Fm 技能案でポケモンゴーやってたんだけどはい何がいましたキャタピーが言って じゃあキャタピーしかいなかったです。すご、すげえ、え、までと思っていやいや。逆にレアじゃないから、ね。でも、なんか C. P. っていう強さがあるんだけど、うん、C. P. が。 1から結構強い、何百とかなんだけど、俺一番強いのが700ぐらいなんだけど、キャタピー500ぐらい出てきたです。え、マジでめっちゃ強いキャタピーで、芋虫めっちゃ強い。芋虫。芋虫ャタピー強い芋虫が出てきた。俺20とかのキャタピーしか見たことないけど、読みたんで。レベルが低いから、ポケモン GO、本当にね、めっちゃはやってます。自己には、マジで本当に気をつけて、いろいろ皆さんからコメントも来てますか 愛知県のユーミンさんから、さんこんばんは、私は昔からあるポケモンははまったことあるけど、ポケモン GO には興味ないよああ初代とか、ゲームカラーの時かな、スマホゲームでのポケモンをやってないってことですね、でもやっぱ結構、初代のポケモンだから、やっぱみんな帰ってくるわけさ、慣れてしむうよね、結構ね。そうそうそう、ユーミンさん、僕も絶対やらないって言ってたんですけど、インストールしたら。 はまりますよ、本当に。博士って言われますよ、気がついたら。あと、ミッシュさんから、ミッシュさんから、足とみが喋ってる、どんなイメージ身内感がすごいわ、どんなイメージなんですか、俺は。ミッシュさん、身内ですね。身内ですね。先輩ですからね。顔は知ってはいます。 ミッシュさんからディスってるかっこ悪って、何をディスってるのか分かんないですけど、多分さっき俺が FM 組のキャタピーしかいないそういうこと、たぶん、別にいいからさ、キャタピーがいたキャタピーでもいいと思うよ、キャタピーがいたって、だっは何もいないんだから、全然いいと思うけど、本当にキャタピー、近くにいるだけですから、ねそうそうそう、別に見つけたことはないですよ、読みたんで今いし。 近く,にいる近くにいるけどただ単に出ないだけ <laughs> そう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 ,そう大変ですよあ <laughs> そうなんですかぜひぜひねあのフリーのメッセージもお待ちしておりますよとメロアドレスは、えー、7 9 7 f m g 1 n o o n e c o m でツイッターでも、はいえー「ハッシュタグつけてゴ、はい、ールドリードのアンチテーゼテン」と。 つぶやきください <laughs> 一応ゴールドリードのまでがひらがなで、はい、アンチテーゼカタカナでお願いしますじゃあ最初のコーナーいってみますかいきますかはいこのコーナーはお題のボケに対して面白いツッコミワードを考えていこうというコーナーでございますはい今週も始まりましたねはい そうですね。まずお題の発表からいきましょう。かお願いします。え、お題が三つありまして、一つ目。あんたまた朝ごはん抜いて、ちゃんこ食べなさい。なるほど。ちゃんと食べなさいよ。ちゃんと食べなさいよ。ちゃんと食べなさい。はなるほど。で、二つ目のボケ。あの人気映画に新作が、ハリーポッターと謎のプリンです。謎、謎のプリンさん、またもじった感じで。自己紹介風に。はい。いいじゃないですか。三つ目のボケ。 けピカチュウ2ボルトっていうあ <laughs> これ100万あ10万ボルト10万ボルトをもじった感じのこれやっぱ面白いっすねいい感じのボケが出揃ってるんじゃないでしょうかさ皆さんあのぜひ、ね、今見てる方も、はい、今送っていただければそうですね拾えるか分かんないですけど、ね、<laughs> どういったかんかでもいいんだまあそうですね今どんな形でもいいので、はい、送ってくださいお願いします今じゃあ先に来てるメンバーからの投稿をじゃ読みましょうか、はい、お願いしますじゃ 一個目先に親坂フォーティシックスさん。来ました親坂フォーティシックスさん。毎週送ってくれてます、ね。はい、これはですね、三つ三つ来てますね。本当ですか。はい、一個目から行きましょう。はい。じゃあ行きます。はい。あんたまた朝ごはん抜いてちゃんこ食べなさい。 いや、俺は元しか、そんな食えんわ。違う。元し、俺ありきやし。元し大きいからね。体重が一トンぐらいある。かあるかや。アフリカゾウか、俺は。アフリカゾウだろう。違うわ。一トンもないわ、俺。マシで。じゃ、あ俺ありきの突っ込み。お前ありき。まあ、そこもテクニックだからね。二つ目のボケいきましょう。あの人気映画に、新作が、ハリーポッターと謎のプリンです。 いや内容より味気になるわああなるほどまあそうまあそうだねプリン味ですまあグルメ番組かなみたいなそれはね一応プリン普通のプリン普通のプリン普通のプリンよりちょっとおいしくないぐらいがいやおいしくないわやちょっとおいしくない魔法で作ってる魔法で作ってる魔法でてるやっぱ自分で手作り作った方がおいしいっていうか知らんよお母さんに言われた通りですじゃ三つ目のボケ気になりますね何があんでしょう けピカチュウ、2ボルトいや、弱いな、おい、乾電池2個に負けてるやし。多分1個でも1個でも十分すよ余裕。2ボルトってどんぐらい余裕、2ボルトってどんぐらいなのかな体が、あーってなるぐらいで。あーってなるぐらいで。ライターのカチカチってあるのつけられて、カチってなったけどあんなもぐらい。細かすぎて伝わらないんですけど、本当にごめんなさい。

何だもこの話ちゃんぽんに言うほど思い出がないわけよちゃんぽん俺長崎行ってまでちゃんぽん食わなかった俺長崎にあの修学旅行行った時チャーハン食べたやつ俺もだから何だもこの出島で出島行ってチャーハン行って チャーハン。中華が行ってチャーハン食べるそうそうそう何だこのコンビなじゃあ次の僕いきますかじゃあ来てますか僕の方にちょワッション田中さんがワッショ田中さんをいつもありがとうございます二週連続はいにかかあ二週連続はいそうそっかそっかワッション田中さんの。はい。二番と三番に来てます二番と三番に来てますがじゃあ2番のボケからいきましょうはいお願いしますあの人気映画に新作が「ハリー・ポッターと謎のプリン」です スネープの親戚のスネープリンが主人公 <laughs> じゃあ面白いなこれちょっとちょっとねくすっとくるんだよな <laughs> じわじわくるな,なんかそっからストーリー派生させてコント作れそうスネープリンスネーすねーすねーすね <laughs> ーすねーすねーすすねいすすごいすごいこれを3枚い,いきましょうか、はい、いけーピカチュウ2ボルト10万ボルトなんて危ない という保護者からの意見でありそうだわありそうありそう何でも規制入るもんないよ。学校の中にあるこの先高電圧危険入らないでくださいみたいなところ。あっちが2ボルトみたいな。2ボルトみたいな。じゃあ大丈夫だ。大丈夫はガンガンいこうぜ。じゃあ次。カルボナーラ風マツさんから。カルボナーラ風マツさん。ありがとうございます。1番と3番に聞ます。1番と3番。はい。で一1番から。あんたまた朝ごはん抜いて。 ちゃんこ食べなさい。スモーベアの日常会話か。<laughs> あ、ちゃんこ、ちゃんこ。ちゃんこ、ちゃんこちゃんこ食べるのはスモーベア、相撲部屋でか。はいはい。日常会話かっていうツッコミ。シンプルな。なるほど。<laughs> いいんじゃないですか。三 <laughs> つ目。三つ目き行きましょう。はい、行きましょう。いけ、ピカチュウ、2ボルト。いや、もはや静電気やし。 やっぱそうなんだよ、やっぱそうなのかな、やっぱ2ボ2トのこの強さのイメージが全然分からんけど、でも静電気でしょうね、うん。多分多分静電気ぐらい、あーっなるぐらい、あーってなるぐらいだから、ロケット弾倒せないですよ、ロケット弾倒せないぐらいじゃないですかね、はいはい、そうですね、あこれ、じゃあ今、来てるの最後ですね、あ本当ですか、ええええラジオネーム、サメノリさん。あ サメノリさん。サメノリさん。え、3つ来てますよ。おすごい。3つ来てますよ。じゃあ、1個目からいきましょう。じゃあ、いきます。ますはい。あんた、また朝ごはん抜いて。ちゃんこ食べなさい。いや、誰が相撲部屋入りたてよ <laughs>、えー。かぶってる。かぶってるけど。<laughs> さっきのカルボナーラ風松木さんとかぶってる。おい。 お前、サメノリさんに恥をかかすな、恥をかかすなお前、かぶってるとか言うな、恥かかすな、やが言うな、サメノリさん、大丈夫ですよ、落ち着いてください、二つ目、いきましょう、二つ目、ああ、すみませびっくりした、何休憩してる、あの人気映画に新作が、ハリー・ポッターと謎のプリンです、売れ行きが悪いから、そういう路線に走っちゃったのかな。 質問かなツッコミじゃなかった。これはもう、サメノリさん。これはもう、あの、原作書いてる方に聞いていただいてもらっていいですかあの、ハリー・ポッターと、あの、謎のプリンですって何ですかって聞いてもらっていいですかなんだもそれって言われますよ。普通に。それは日本語で言ったら通じないと思う。英語で言ってもなんだもそれ知らないからね。知らないですから。最後いきます。いけ、ピカチュウ、2ボルト いや携帯の充で3日かかるわああすげえ3つ目面白えお前が1個目で恥かかすからですよおい悪くないだろすごいいいね面白い回って今回多いですねじゃあ今どとこ来てるのはこんだけですかねの ありますか一応時間はまだあるんですけど今んところはコメントツイッャスやあ今んとこ終わりじゃあ終了しましょうか時間も時間なのでいじ大丈夫ですかじゃ時間も時間なので締め切ります終了終了はい終了はい MVT 今日の MVT 決めましょうか MVT は一応あのんとかんとか突っ込みなんで MVT ツッコミなんでや MV を分かってないわよお前これ額のなさが出てる 分かったってせめてやこれはもう MVT ただ単に文字っただけだから本当ですか今日の MVT いきましょうかどれがいいですかいや一応いったらあのこれこれのこの人のこれのこのツッコミこれこれこれかなこれかなあの見えてると思うけどこれかなこのツッコミだねそうかツイッター画面見れてるのかそうそうそうこれでいきましょうか じゃあ俺、回答読むんで、ちょっと振ってもらっていいですかね。どなたのってのはじゃあ今日の MVT は、はい、ラジオネーム、サメノリさんのいけ、ピカチュウ、2ボルト、いや、携帯の充電3日かかるわ、おめでとうございますおめでとうございます <laughs>

あんまり安易なアドリブは入れるもんじゃないですね。はいやめましょう、そういうの、ね。はいね、MVT はサメノリさんのツッコミでしたおで、はい。おめでとうございます。ありがとうございました。次週のお題はまたツイッターで載せるので,、ね、ううですチェックしていただいて、ねはい、ちょっとすみません、追いつかなかったんでねポケモン GO にはまってしまってえやめポケモン GO で今すぐやめましょう皆さん。<laughs> 皆さんキャタピーしか出てこないみたいないや本当にね皆さんありがとうございます。ツッコこメールお待ちしております来週もはいじゃあ一旦 CM です。はいの小太さんからすごいコンティニーからありがとうございますありがとうございます。あとコメントが来てまして愛知県のゆ由美さんから。 仕事中、豪な人がぶつかってきた、歩きながらやめてって。これ、ヒロミさんかな豪、豪、ヒロミさん。違う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 。だとしたら、はひヒロミさんってなのよ。ぶつかんでんちゃったーって言うんじゃない言わないだろや。じゃあ、ぶつかってないよ。よけてるんだから、それ。で、こうやったっていうか、ぶつかるやっぱ、範囲は広がるよ。じゃあ、絶対広げてな逃がさないぞみたいなやでしょ、なんだ、もんこれ。通さないぞみたいな。逆にいいよってなるよ。あと、ミッシュさんから、これ何分って。これですかこれ一時間です。 一応五十六分に終わりますね。あの先輩あの一時間です。先輩 <laughs> ミッシュさんは来べきでもあります。はいはい <laughs> 始まりますよ。始まりますはい。ゴールドリードのアンチテーゼはいましまけましてましたましたはい。はい どうですすかか何楽しいでですすかか楽しくないどういう質問だろうゲストにするような質問をやる毎週出てるから毎週出てますかあのさお笑い高校総体っていう大会あるじゃないですかはいありますね沖縄県の高校生で一番面白いやつを決めようじゃないかっていう毎年やってる OTB あの僕らの代僕ら高3の代からテレビで放送し始めたんじゃないですかねそっから今年も テレビで、O. T. B. さんでやります。三連続テレビでやってるということで。あのー、楽しみだよね。すごいこと。を噂に聞きました。噂。<僕>事実じゃん。噂。いや、事実。事実なん、ね。いや、じゃ、事実って言えよ。<laughs> ちかっこよく言ってみました。ふわさに聞きまして僕らが2014年に出たじゃないですか2年前に2014年に高校3年生の時に出て出てあの時に初めてお笑いする時に学校にちょっとお笑いをやってる先生がいてその先生に教えてもらったじゃん教えてもらったまあそうだねネタょってねその先生が歴代毎年なんか 排出してるんですよあ歴代っていうか<僕>あの3年連続で俺たちが最初中部の僕らー中部農林高校なんですけど、まあ、言いますけどこれは言いますけど、はい、普通に、はい ウルマ市にあるチューブ農林高校なんです。ウルマ市にあるチューブ農林高校なんです。僕らゴールドドで。ウルマ市、あげなにある。あげちは。これ以上言わなくていいよ、前原高校近くにあるチューブ農林高校。ややこしいな、お前、情報が。多いんだよ、情報量が。僕らが最初に教えてもらって、ありがたいことに僕ら準優勝。さしもらったね。実力ですけど。みんなからの後押し。意外と僕らすごいんや、もし。恥ずかしいからやめれ一応。 あのこのラジオ F1 チューンドのメンバーで一番面白くないって噂だからな実力ないわお前努力せ努力努力しないと勝てるかお前お前,お前の努力が足りないんじゃないか俺はポケモン GO 頑張ってるぞやめれやすぐ<い>すぐポケモン GO をやめろお前,お前だからねあの3年連続でやってるんですけどあので、まあ、まあ僕らが その時準優勝させてもらって、はい、その翌年にデコボコトラベリング今同じ事務所にいる FEC にいるデコボコトラベリングも一応ちゃんと決勝まで残って今年も中部のリンんから、うん、残ってるんですよまさかマジですげーすごいんですよす意外とだねあのー ありえなないんです盛んで盛だなあの毎年別のコンビが出てるってすごくないですかうん、うん、普,通の普通だったらなんかバラバラだよねそう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 チューブ農林からは3年連続出てるてすごい強豪いな名前見たら、うんあの「刈込ちゃんこ」か「ちゃんこ」「刈込ちゃんこで」でああ朝ちゃんとちゃんこ食べてるんじゃない朝,朝ちゃんこ朝ちゃんしてるんじゃない 返せコメントを返せ対応に困るなお前は滑ってないよいや今のまあまあいいコメントだった自分で言うなや <laughs> 自分で言うなや九十六点ぐらいのいや自分で言うなやお前過大評価しすぎだよお前 <laughs> <laughs> 自分に甘い <laughs> <あ>だめだろやもう<前>すごい刈り込みちゃんこそうそうで一人は相撲部なんですよ、うん、へーあちゃんこって言ってくれたからで 僕らもちゃんと知っても知ってあああのあのこま名前言うね本当にあの子ね名前言うまじで言うのあの子ね言うなよふふんねふふよふふよふふねあれだからびっくりしたから。 やろう、やるようなこじゃなかったからそういうお笑いとかを名前出しちゃいけないってことはんか犯罪犯したとか違う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 プライバシーってああプライバシーあのお前ちょっとこのラジオでまひってると思うけどプライバシーってあるのプライバシーってあるのプライバシーってのがあるの気をつけてくださいで刈込ちゃん子が出るっていうので実際難しいまあまあ俺らが生まれる前からあるわプライバシーはマジであの、刈込ちゃん子プライバシーのがどうしようるさいなもううるさいな話すめろやヤードや 俺は進めようとしてるん刈込ちゃんこがベスト8に残ってるので8月の18日木曜日にパレットくもにあるパレットで決勝があるらしいのでお時間ある方はぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか僕も行けたら行こうかなとあ行きたいですけどねだって普通にしゃ喋ったことある後輩だもんねったことあるしちょっとやっぱ応援したいよね同じ高校ができてるので俺行けないなお忙しいわ。 バイトポケモン GO! 死ねえやいや、死ねえやはいいっすやめろ、ポケモン GO! やるだろ、お前。すいアンインストールしろ、お前は。なんでお前、お笑いゴーする、ポケモン GO! やるおぼつかないだろ、発言が。なんだわよ、お前。今すぐやめてください、ポケモン GO! でも、中部の輪郭、ここ、本当にすごいよね。すすごいね俺たちも入ったし、でこぼこラベリングも入ったし、今、刈込ちゃんこが高校素材出るってことなんですけど、僕らの前に、あの。 わさびってうあ FEC にわさびってコンビがいるじゃないですかわさびってコンビの沖縄出身の具志堅さんがまた中部農林高校僕らの8個上でははいい芸人屋さん7個上ですけどはい8個8個うちの姉ちゃんと一緒というかわからん分からん姉ちゃんと同級生だったと思うだったと思うって言っうちの姉ちゃん8個上だったと思うあそうなんですかであのオリジンコーポレーションの鈴鹿サキットさんのあ鈴鹿サキットの すずさん、もう今すぐ芸人さん。あと他にも芸人さんで言えば、比嘉愛美さんとか。芸人じゃないよや、お前。比嘉愛美さん、女優、女優。あ、女優か。え、ちょっと何個か上。何個か上ですね。何個か上。え、ほんに中部農林出身。結構、盛んだよね。すごいですね。中部農林、今、中学生のみんな、中部農林に行こうぜ。もう俺ら卒業したけど。何のアピールだろう。 はい、ね、はい、ありがとうございます。<laughs> あますじゃあ、コーナーいってみましょう。あのコーナーいきましょうーーしょ。あのコーナーいきましょうか。あのコーナーいってみましょうよ。元志恋始めるってよ。<laughs> はい、このコーナーは恋に悩める男の子。普段はパッとしないゴールドリードの元志の恋を育んでいくコーナーでございます。ありがとうございます。 のツイキャスで見てる皆さんはね、本当に見苦しいとこ申し訳ないですけど、彼、デブなんですよね。関係ないです。体重が1トン。いや、ないです、ないです、ないよ、お前。アフリカ造かだから。2度目のアフリカゾ花いただきました。い137キロです、今。が彼女欲しいみたいな。いいだろ なんでだ130キロって彼女欲しいわこれ高校野球のピッチャーでいったら結構いいボール投げるんだ先週も言ったお前その例え俺の予行で5回目ぐらいだからさ楽しくなってやっちゃう言うな言うなそれお前先週はねツイッターで「本志くんの本志くんのことをタイプっていう人で募集しよう」「しましたね」んて言ってはい 元氏の求める条件っなんだのまず童顔でおっぱい大きくて身長が1 5 0ンチ台ぐらいでよく話しかけてくれる子でお前のこと好きな子そうそういるかないたでしょ一応さ正直言うよ昨日まではゼロ件だったわけよマジか今日みんな忘れて思って 俺ツイッターで改めてお前の写真載せて書いたわけさありがとうございますそしたら結構反響してみんなリツイートとかしてくれてうありがたいちょすごいいい結果がいい結果ははいじゃあちょっと何件ぐらいかちょっと発表していいですかはい何件なんですかとみさん元しのタイプって言ってくれるのゼロ回ゼロ回いやでもお前がタイプって言ったさ タイプの条件の人で送ってきてって言ったさ。ああ、なるほど。だから、一応、俺は、一応、先週、あの、五件ぐらい来るんじゃないかなっていうそうしてたさ。はい。で、お前、何件ぐらい予想して。百三十。くるかよ、お前。来ないだろお前。あ、この最低ラインですよ。最低ライン、百三十は最低。確実に超えていきましょう、皆さん。無理だよ。百三十を。だから、と、あの、無理だから、とりあえず。あの、そのお前の条件で、誰も来なかったさ。はい。条件を一回。 落としてみたらどうか落としてみるうん分かりましたじゃあちょっとじゃあとします条件を落とすその前に体重を落とせやって話状況を落とします条件を落とす体重を落とす前に条件を落としますえっとですね女性ならかこれでいきましょう極端かお前は女性で僕のことが好きならかじゃあちょっと検索してみていいですかちょっと俺の思い当たる節の中でいますかいますか ゼロ無理やしやお前無理だろえんお前その検索かからんかったら無理やし女性でもかだぜいるばいるお前のさ条件ってさあれあったさはい誰でもいいんでしょ一応はいあのどんな感じのが一応いいって言ってたんだっけ条件って条件ですか いねさっきね同眼ででおっぱい大きくてあの身長まあ百五十センチぐらいでまあよくおしゃべりする身長がじゃあ170お前ぐらいあってじゃ体重がまあ体重はまあいいかではじゃ貧乳これでもいい俺のこと好きうんでもお前のこと好きお前のこと好きだしあのなんだっけよくしゃべる女性女性あっちょっと女性 でも顔がウーパールーパーだ。ダメやし <laughs> や。それはウーパールーパーだからかいや。違うウーパールーパー顔してる人間よ <laughs>。ウーパールーパーの顔してる人間いないじゃあウーパールーパーいけるいやウーパールーパーはいけない。ウーパールーパーいけないの。さらっといけるような感じで言うな、お前。首から上が馬な人は。いや、無理だろや、お前。女性、女性。首から上、馬て。うん ウマジンやし。なんかウマジン。なんか笑い飯さんが昔やった鳥人みたいなネタでし。ウマジンだ、ウマジン。ウマジン。なんだわよ。じゃ首から上が犬だったら。いや、犬人って言わ犬人じゃないです。人面剣だろ、それは。それは人面剣だろ、お前。逆度や、だとしたら。人の顔した犬だろ。人の顔した犬って呼ぶわ流せなんか鳥でを守る抑流みたいな。流せよ。友情に出てくるやつだろ。攻撃力1400ぐらいの青い竜だろ、お前の方がマニアックやね。青い竜だろ、あれや。 あ、でもコメントココメメンントトちょっと見ましょうえっとミッシュさんまず痩せようっていうあでもダイエット一回したんですよ自撮りダイエットっていうのはいしました自撮りリバウンドしてるんですよね彼そうなんですよねあんまだから効果が現れてない僕にダイエットは無効ですすごい効かないんです僕すげえすげえ効かないんですよ僕にダイエットねお前にダイエット効かないと他にもいますよえっとですね くんさんから。くんん。さ年上の人からは人気ありそうでんでん年上の方からありそうで年下より絶対年上の方がいいと思うけどねお前は年上か人気でそうねお前だらしないさまあ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 だから年上に守ってもらうっていうのは絶対にいいと思う世話好きのね世話好きのほんとにあのちゃんとあの家畜のしあの。いや待待待待ててててお様家畜って言ったな今お前だからあの家畜言た分かったペットワールド働いてるなんで 俺お前違う違うお前は寝そべってるだけで違う違うからペッドハルドちゃんとしたちゃんとした関係を築きたいちゃんとした関係を主従関係じゃなくて豊村から豊村さんからお前呼び捨てお前びっくりした今先輩ですね僕豊村さんから不思議ナより重いじゃねえかまず痩せることがいいんじゃないか高校の時もうちょいスリムだったし 不思議バネに思えば。分不思議バネに思えば。静かな言葉の罵声が一番怖いです。豊村さん。まあまあ重いなこの言葉。冷静な感じが一番怖い。それであのあの秘書さんがあのその豊村さんに深夜って聞い。名前出した。副会長って聞いてる。で豊村さんが俺だっつって。なんか。 個 LINE でしてほしい本当にあのこの2人あの一 k への生徒会長会長なんね。いや言うなよお前特定されたわお前パパって喋ったら出るだろお前母じゃねえよ母じゃねえんだよ面白いなああ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 なああ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 あ なくなるよ俺ハイターに使ってサンポールで体洗ったら <laughs> も,もうオールスターみたいな <laughs> 汚れを落とすオールスターみたいなやつらなんだもんや <laughs> <laughs> 漂白剤スターズ <laughs> それで名を倒せないみたいな高から。あ大城宗隆さん僕の同級生で「ペットワールド誓いよ紹介しようかわら」笑って言ってたんだけど <laughs> 大丈夫、で胸大丈夫、胸りがとう、あ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 りう、ねりがとう、ありがとう、今度会とう、ありう、ねペットワールド大う、夫りがとう、あ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 りがとう、ございまう、ありがとう、ありがとう、ありう、ありがとう、ありがう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがてう、ありがと一応りとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あとう、あう、ありう、ありう、あう、あう、そう、あ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  ラジオを聴いてる高校時代の俺らの友達が最近電話してから「もとしモテないのはこれだと思うよ」みたいな理由を結構まとめてくれたんだ言ってくれてて分析してくれたんだその理由がですねもとしまず友達以上恋人未満になりすぎみたいななかの女子と仲良くなりすぎみたいなそうは思わんけんねお前の見たいで言ってるわけ言ってるわけでで その仲良くなった女子に、うん、女子がだよ、うん、この友達では言わないような質問をするってことどういうことだからなんかめっちゃ重大な質問を、うん、あ質問というかあの相談相談を俺にするみたいな、うん、もう仲良すぎてあ<ー>普通はなんか男にするんだったら彼氏にしかしないとか、うん、あ例えばあの涙見せるとかお前の前であそうそう言ってた、えー、言ってたええ なんかあいつがアンケート取ったらしいんだけどアンケートアンケートその俺らの友達がアンケート取ったらしいんだけど元氏どうみたいな彼氏として見れるみたいなこれ一応全員だめだとでも泣き顔は見せれるみたいなのが多数あったらしくわかったわ俺あのさ心許してる人にしか涙見せないさだからもう彼氏ってことでしょそれは。 違う、心も許してないし彼氏でもないと思うんだけどもう一つ路線があるんだけどさあの犬とかの前だったら泣けるさペットとかの前だったら俺それだと思うペットの前で泣いてるら何かかわいそうな女性だからペットの前だったらなんか素直になせるみたいなお家畜だからお前だからみんなお前の前で泣けるっていう家畜の前で泣かんと思う家畜の前で泣かないと思うんだ絶対に家畜飼ってる女いないだろあんまり。 勝手な女じゃないとお前でも付き合えないと思う家畜対応できる女じゃない家畜みたいな家畜 OK な女を女性を探さないといけない3匹の子豚さんから偶然にも子豚っていうことでね元尻かわいいのにねって来てますありがとうございますありがとうございますどうですか画面通したらマシなだけですいや違います生で見たらきついです普通です普通じゃあもうどうしますじゃあ決めましょうどうしたらいいの俺 じゃあそうだねどうしようかなお前はまだ年上の人にターゲット絞ってみたらああお前からアプローチしてみるかわいかわい,い系男子になろうわかりましたちょかわいいアピールをしようどんなことすればいいですか <laughs> えー、かわい,い系アピールゴビになんかつけなんとかつけるみたいなうわ,ー <laughs> うわー嫌なやつだ <laughs> じゃあ今日今この放送終わるまででいいから、はい、あのおなんかいいタイミングでゴビにぴょんつけて。<laughs> ピョンかりました。どっかでじゃあ、うん、どっかでピョンピョンつきますじゃあなんかどっかでっていうか何回かぶっこんできていいあ分かりましたうんマジでまやるぴょんおお早速早速やるぴょんあのぴょん <laughs> や,やる舞踊にしようかな やるブヨンんかその方がデブ感やるブヨンあそれでいきましょうやるブヨンって何だばやそれいきましょうじゃいいですかじゃあそうですね可愛くなりますじゃあか可愛くなるってことで今週はとりあえず1週間可愛くなるんで1週間かわいい1週間ブヨンで頑張るんで語尾ブヨンで頑張るんでツイッターじゃ全部ヨンで書くよツイッター全部ブヨンで書くそうそうツイッターピョンにしよう じゃピョンにしよう。好きなのでいいよ。ピョンにします。ツイッターずっとピョンって書きます。可愛くしますので、い以上、元氏恋始めるってお伝えしました。ツイッター曲いきましょうか。曲ですね、今週も今日の朝、アンケート取りまして、このバンポーブチキン、結成20周年らしく、このじゃあバンポーブチキンで一番皆さんが好きな曲なんですかって聞いたら、68%の方が圧倒的な回答率を取った曲が、バンポーブチキンで、 天体観測です。どうぞ。このイントロ聞いただけテンション上がる。何だもん、急に。バンプいいね。いいっすね。バンプいいですね。あっどうすか。じゃあ後で、始まる頃に。そうだね。じゃあ、コメントじゃあ。

やっぱりね、皆さん知ってるものに投票するんだねそうったで、他の曲は一応「天台観測」と「セーリング・デイ」「ワンピース」の曲かな映画のやつで「カルマ」あと「あの、虹を待つ人」っていうああガチャマンの曲分かる人は分かるんでしょうねはいはい天台観測圧倒的ですけど来週はまたまた他の逆にあの、皆さんでなんかこういうくくりやってみたいなのがあればちょっとぜひくくってからね ツイッターとかで僕にコメントいただければ、ちょっと次の土曜日曜日にね、また朝コメント書きます。やりますので。コメントじゃ関係ない。やる。B さん、タイプとかその辺。タイプどうですかね。でも結構ドストライクなのが、女優さんでいうと白未来さん。ああ、あんなタイプか。大好きかな。でもこうやこししてる人がそんなでも俺あんま好きじゃない。キリッてしてる感じ。キリッとしてる人がいいんだけど。 フォも好きだけど、キリッとしてる俺、ちょっと年上の人がいいんだけど、志田未来さん、ちょっと年上だけど、ほわほわしてるさ、でもあれは、すごい、いいなんかかわいい、ね、でも俺、志田未来さんは、なんか演技的にキリッとしてる演技が多いから、まあ、演技的には、そこのイメージが強いかなとまあそんな感じなんななですよ、ね、はい。 で大島だかさん足とみ俺にも教えてくれないピョンね何をピョンお前がお前がピョンやるんか何を何何を教えてくれないのかあああのあれコンビニやつか違う違う違うあのムネ今度あっ教えてムネの今度俺が言うよちゃんとしちゃんと全部言うから私笑いにならない笑いにならない笑いにならないかやめよやめて チャラってこと僕ですかねあそんなチャラくないですよ、僕そんな。チャラいですよ、チャラくないですよ。だってコンビニでだから、もうおいやめろマイク壊れるわ、こんな。俺の喉も壊れるわ、に。じゃあやめましょう。はい、すみません。b i s さん。あいみもそれにしちゃった。本命出しちゃった。本命出してますな。ありがとうございます。あいみさん。バンーチキン。バンーあ、天体観測にしたってことですかありがとうございます。じゃあの ジュもじゃん聞いてください。はい、でムエタカさんお願いだボよんってきてますよ。あの結構あのシークレットな男なんでちょっと <laughs> 早くもぼよんを対応してきます。<laughs> お願いだボよんシームですよシーム聞こうかなと思って絶対間違ってた今。<laughs> ちょっと恥ずかしいんた,かた、ねね、なんか皆さん聞きたいこと明日の聞きたいことを。 そうなんですよね、俺ばっかなんで皆さん僕も言いますよそれなりの時が来たら何だろうそれなりの時が来たらわからんわからん言えることなら言います僕も言えることっていうか言えることああなんか新しい方から友達お友達。あ、ますあっ山之屋さんからお願いしますお友達友達そうあの一番俺学校で好きな友達 もうね、いるとお言うなやうい。お前あの、ついャスで、ミューティーさんに、もうねがすごっておい、おは。れわ。つきつき、どけ <laughs> やいち。やっぱやっいや、ゴールドリードのアンチテぜ。あなたはどっち派勝手にらんかい はい勝手に討論会の時間でございますけどもこのコーナーはいつも意見が正反対アンチテーズな2人がお互いの意見をぶつけ合いさらに仲を深めていこうというコーナーでございますけれども先にメールを見ましょうかメールが来てるそうでありがとうございます見ますありがとうございますはいえっとこれはえっとあお笑い大好き高校生さんからありがとうございますいつもありがとうございますこんばんははいこんばんはツッコミ大喜利には初めて挑戦しました 足とみさんに読まれまれししためっちゃ嬉しいです質問です、私、突っ込まれたい方ですが、お二人はボケですか、それともツッコミ派ですかああ、結構、でもどっちも好きだよね。ああ、僕は完全にもうツッコミ派。ああ、でも俺もボケ始めボケを覚えてから人生が楽しくなる。<laughs> <laughs> <laughs> なんか やばいやつを覚え始めて感じて楽しかった。あの学校の友達とかにもあのうざいって言われるから。昔は言われなかったのに。そうそうそう。昔はつっこむだけだったんだけど。まあ勝手に討論会の時間行きましょうか。お題今週のお題が試食コーナー食べちゃう食べちゃわない。いやもうこれは決まっちゃったね。えこんなの決まってるよ。これは俺あっち派だわ。俺もあっち派ですよ。 だわ今週はかぶりそうだな今週はかぶるわ今週かぶりそうだなじゃあちょっといきましょうかいきますかじゃあせーの食べちゃわないまさかまたアンチテーゼだなアンチテーゼだわ俺らはもうにアンチテーゼだななんでなの本当に食べちゃわないな俺食べちゃうな食べるやつさえなんで食べないのなんかあれじゃないただだぜ食べたら 買わなないないないいいいとけかなみたその考え方が、うん、違うさあの買う買わないの前に、うん、まあちょっとんか味見みたいな感じだけ食べてあ美おいしいじゃあこれ買おうみたいなでも、あのー、試,食の試食後の横にいる人って口うまいよあもううまいっすね巧みな話術でかわそうとしてくるよそ,そこはあの多分俺たちより口うまいからラジオしたらめっちゃ見切るよみんな <laughs> 違うだよ、ね、みんなめっちゃ聞くと思うよ 絶対いや絶対食べたほうがいいですほらユーミンさんからもコメント来てますけど試食は食べるそうですああ買わないことも多いそうです僕断れないんですよだからそういうんか人見知りなんでね絶対食べたほうがいいえだって僕ら最近ちょっとなんか俺試食コーナー少なくなってるイメージがあるわけさあそうなので昔小学校1年ぐらいの時に親とよくスーパーに買い物行くんですけど 親が夕飯の買い物してる間って暇さ俺ちっちゃい頃はねお金も自分で持ってないからなんかゲームセンとか行けないじゃん一人ではだから試食コーナーをずっと回るっていうえ何試食コーナーツアーしてんのお前一人ずっとしてた俺一人で何週もしてたそのスーパーが何もお前7個ぐらい飽きてた試食が試食全盛期あっても12個だよ全盛期7個ぐらい全盛期ってお前バブルバブル全盛期7個ぐらいあって もうずっと3週ぐらいしてた本当に3週お前買い物しマリオカートじゃないんだからお白かったいろんな発見があっておいしかったし面白かった何これみたいな食べたことないもんああどうかな食べないな基本的にやっぱウインナーが定番ですよああ多いねでこの時事件が起きたんですよ小学校の時にだから毎週ちゃんとあの左から 時計回りに回るんで、絶対にルーティンがあるわけね。で、ウインナーを取ったんですよね、試食コーナーの。おばちゃんからありがとうって言ってもらって。で、すぐ近くにチキン焼いてるおばちゃんがいチキンの試食もあった。そうそうそう。チキン大好きだから。すげえ、フルコースじゃん。チキン食べたい食べたいと思って。あ、チキンの方が大好き。すぐチキンのところまで行って、もらおうとしたわけさ。そしたら、あんたウインナー持ってるからあげないよって言われて。えと思って。え このウインナーのせいで俺チキン食えないのと思って世の中不平等やっいや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 お前が悪いわ世の中不平等お前が悪い食べてから次行けばよかった小一の頃初めて世の中は不平等なんだ違うよ私俺チキンも食べれないんだってお前おばちゃん食れないのお前チキンもいっぱい食べたから多分そんな体験にはなっておばちゃんと思っておばちゃんじゃねえよ食べないっすか食べれない皆さんどうっすか食べますよね絶対ユミさん 試食して買わないときはまた来るさまた来るねって言えばいいさってそりゃそうですよだってだから考えますねみたいなちょっと食べてあ美味しいですねちょっと考えていいですかみたいなあっちもそりゃえ買わないですかとか言わないからさえ言わないのいや言わないでしょじゃあまってじゃちょっとやってみようじゃあ俺がちょっと試食オーナーの人やるからお前 じゃあ俺が試食しにこれもやってねあわかりましたウインナー焼いてるウインナー焼いてるウインナー焼いてるウインナーもらっていいですかあどうぞ試食なんでありがとうございますあ美味しいっすねこのウインナー美味しいでしょ今これのウインナー一番美味しいんですよいいですねはいおいしいんですよどうですかお一つあうんあちょっとお金がこれしかないんですよね今この期間限定っていうこれしかないんですけどどうですかちょっと なるほどちょっとす別の、あのー、もともと買う予定のものがあったんであ、はい、ちょっとそれをんでああ、それよりもこれの方がいいんですよ。そっち売り切れてたんですよ。すそっち売り,切売り切れてたんですけど、こっちの方どうですかいかがですか一つ,一つだけでもお願いします。買うぴょん。え、買うばや。<laughs> しかもぴょんも混ぜてきて、買,うぴょん買ったらダメだろ。 買ういや待てたぴょん勝ったらダメ口座だろなんだろその口座勝ったらダメ口座だこんなって言ってきたらそりゃ買うよ偉い誘導人もそんなおばちゃんいないですよ口うまいよいないですよあっくんさんからコメント来てます売っててる側の気持ちを考えほしいああどうなのかな 俺の考え方なんだけど試食ってもう投資だと思われてた俺は投資考え方を変えたらこの人にウインナーをあげたらもしかしたら買ってくれるかどうかわからいよただ投資しないと始まらないからまずこのウインナーあるよってのやっぱおいしいよどうですかってのを伝えていかないとそこだと思うわ違うと思う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 俺あれだっけよ 高校の時福祉家だったでしょ。人の考えを真っ向から否定するのはだめだよって先生たちが強く怒られるいまああ、言われた。それをあえて言うけど、違うとも。え、言うなよ、お前。先生が違うって言われたんだよ。違うとう。言うなじゃ。真っ向から言わしても。言うな言うな。違うとも。ユーミンさんからも、コメント来てます。試食屋にとっては食べてもらうだけでいいはずよ。ああ。だから、いろんな感えありますよ、だって。そういうコーナーだから。いろんな考えがあります。皆さん。 でも試食は積極的に食べましょう当に、あに好き嫌いよくないですよ皆さん好き嫌いしてるわけじゃないお前お前みたいになりたくないではあるやつだ俺これな太ってないからさ別に百三十キロ。ウインナーで太ってないからさウインナーだけで太ってきたええ太ってないです朝昼晩ウインナー食べて違う違う違うちゃんとご飯食べてるわちょっと決めましょうはいもう時間ないですよそうですねじゃあ決めましょうかですかじゃ判定をじゃあうん お願いしますそうですね判定今週のお題試食はー食べちゃう派食べちゃわない派どっちということで、はい、じゃあ決めましょうかドゥルルルルルンおいし,、えーえーえー、しいのだったら食べてみよっか <laughs> <laughs> 食べるんかい <laughs> ちょっと興味あるのはやっぱ食べた方がいいかなまあそうですいう興味あるのは失敗してもい,いを知もてもらうだけ その時に買わなくても後日買ってもらえるかもしれないのでっていうその点も考慮されてますああ、じゃあ食べた方がいいねってなるねそうですねかりましたあ今回は勝ったじゃあ挑戦してみましょう初めて勝った勝ったというか初めて勝ったなんかじゃあ試食コーナー皆さん食べてください美いしいものがあるかもしれないんで新たな発見チャレンジしてください来週のお題もですねツイッターにて載せますのでどちらに賛成か 足止墓、元しはか、はい、お願いします。t w i t t お待ちしております。はい、それではエンディングいきましょうか。それではエンディング はいエンディングということでこの時間が来ましたけど告知い告知そこ行きましょうか小沢笑劇場今月7月30日今週土曜日はいですねで沖縄市民劇場足美縄ではいはいオープン会場が18時でスタートが18時30分前売りチケット1000円となっておりますこれ僕らも出ますのでねまたで出ますんではいよかったらお越しくださいねゲストは ゲストはキッズダンスチームのなんですかね。キッズダンスチームあカラーズさんとコラボしててあともう一つがあもうダンスチームということでダンス尽くしのはいみれみさん来てくださいはいはいあとですねはい締め切り終わっちゃったんですけどフレッシュお笑い選手選大会第23回の第23回目フレッシュお笑い選手選大会の予選がですね今週日曜日7月31日にありますえと天数 天ブスあの国際通リアある天ブスレッスンルームですねあの四階にあるお越しくださいぜひ開演が四時半になってますのでお早めの予選がありますはい一般社の皆さんがねやっぱ戦闘マシンで戦う大会なんでぜひぜひ見に来てください皆さん熱いバトルになると思いますありがとうございますそれでは締めましょうかじゃ来週もまたお聞きくださいありがとうございましたお会いいたゴールドリーダーアシトミとゴールドリーダーの元氏ですバイバイありがとうございました ですお疲れ様ですお疲れ様ですはい皆さんありがとうございましたうございました。ユーストリエに来皆さんありがとうございましたあとコメントもまだ来てます晩さん晩さんから F c の先輩の今日は勝った方が負けルールねじゃあ負けかい負けかいいくつぐらいだっけ

しかさんバイバイだおーんと明日僕は明日会いましょう絶対これ明日お前コンビニの話いやいやムーネコンビニの話聞いてねん当に。あに笑いにならないコンビニコンビニっつったらビクってするわサミコさん青年きなかったんかな2ボルトな2ボルトピコチューってんだピコチュウってなんだおピコチュウがいるサミココブタさんお疲れさまですありがとうございますありがとうござバンバンさんマイク食えってあす いやだから、小学生か小学生ではないこれはお前ユーモアあふれてるマイク食えて小学生しか言わない言わねえよ小学生マイクってことも知らねえいや知ってるわ知ってるわ知ってねえだろマーさん、後日食いますはいありがとうございます後日食うということでまずはまさん, <laughs> さん元氏にこういうふりしたら絶対事故るんでマーさん、後日俺食うんでちゃんとああやばいやばい んでお前、本当にバンサーのんでお前スリップし続けてもスリップ言うなお前スリップしもはいありがとうございます今週もありがとうございます本当に皆さんいやねありがとうございますんか言うのかなと思ったろんか言うのかなと思ったろいやもうただ単に本当に感謝の意を込めてありがとうございますあと40分ほどお時間あります40分 あ、四十秒、四十秒、四十秒。何のインターあるだろう。やばいだろう前。ロスタイム長かったね。これ家でやれやる。あと三十秒。みんな寝たいよ。三十秒あります。あくさん、後日食うのか、で伝伝。あくさん、あの多分嘘なんで、多分嘘なんで。いや、いや後日食いますよ。マジで、マジで食いますよ。まあ言ったことは責任取れよ。後日食。あと十秒でさ、十秒あと十秒はい。